はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでですね、本日もやっていきたいと思います。昨日のですね動画結構好評いただいてまして、分かりやすい説明ありがとうございますということでね、今日その続きというかですね、まあこれからやってくる未来に対してですね、どうやって受け止めればいいかということをですね、昨日の動画のおさらいをしつつですね、人間というのは本来ですね、こっちの想像に向かっていくんですよと、こういう考え方を持っていれば、実はこのムーンショット目標というね、政府が今掲げている目標に対してもですね、陰謀論ということで終わることではなくですね、ちゃんと的確にですね、想像をしていくっていうね、まあ文明の方にこう光として乗せることができると、乗せることができるということはですね、自分の中で不安の要素がなくなるわけですから、それに対して怖いとかですね、ああもう壊滅的な未来だっていうふうに悲観するっていうね、心ではなくなることですね。そういうふうにしていかなければならないということなんですよ。まあ昨日のちょっと動画見てない人はですね、いきなり何の話してんだっていうねことになりますんで、昨日の動画ちょっと見ていただけるとわかるんですけども、要するにですね、人間というのは想像という機能を持っている、一方で科学という思考も持っている、どちらもこの思考はあるんですけども、主に西洋がねやってきた、要するに産業革命以後ね、日本に対してこういう価値観が入ってきて、日本もですね、こう科学的な思考になってるんですけども、この科学的な思考というのはですね、海外においては3000年ぐらい前から、日本においては2000年ぐらい前からですね、こういうようになるように、思想がですね、そこが中心になるようにですね、まあそういう政策をしてですね、ほとんどこっち側の思考のみでですね、まあ、やってきたというのが現状です。で、今もですね、なおここにいるんですね。科学の中、科学一辺倒の時代にいると。ですが、世界各国でいろいろそのスピリチュアル的なね、ものがこうブームになったりとか、まあ、日本においても、もともと日本というのはね、精神性の高い国だということを意識し始めたということはですね、本来のね、この科学だけの思想ではないところのですね、要するに、可能性をですね、こう皆さんがこう見出してきてるっていうことでもあるわけですね。で、実際に日本というのはこの科学だけではなくて、この創造の立場ですよと、創造主ですよということなんでね、このムーンショット目標で、今日はですね、まあ、ある一つのね、こう光をこう見出していくということなんですけども、ムーンショット計画はですね、政府のね、あの内閣府のホームページにこう書かれてるんですけども、主にですね、2050年というまでを目標にですね、身体の制限を超える、脳の制限を超える、そして空間、時間、これを超えていくっていうね、ものを目標として開発がスタートしてます。で、そこにはですね、ロボティクスの技術であったり、人工知能っていうものをですね、まあ搭載してね、いろいろその社会的な変革を起こしていくっていうね、目標なんですけども、まあこれに対してはね、もういろんなところで陰謀論とかすごいですね。僕もですね、言霊学っていうものにこう出会う前はですね、このムーンショット計画なるものもですね、ああいよいよ人類ってそんなとこ行っちゃうんだと、もうとんでもねえことになるなというようなね、考え方を持ってたんですけども、そのワクワクする気持ちが一方で、もう一方はなんかこうちょっと怖いなっていう、どういう意味なんだろうと、人間ってどうなっちゃうんだろうみたいなね、感じを思ってたんですけども、まあ言霊学っていうものにこう出会ってですね、その文化っていうものに日本はね、あの摂取不捨として、そこにこう光をですね、こう与えて、生かしていくっていうね、道徳の方に、社会に生かしていく、文明の方に摂取できたっていう、できるようになるっていうね、やり方があるんだということにですね、気づいてからは、このムーンショット目標もですね、全く怖くない、むしろそれがあることによってものすごいいい社会が来るんだなっていうことまでですね、こう光を見出すことができるようになるわけですね。まあ簡単な話で言うとですね、その包丁がね、例えばありますけれども、その包丁だってね、ああこれは何か、例えば無人島に行った時なんかね、そのありがたみがよくわかるわけなんですけども、なんかこう切れるものないかなと、もう見渡しても石ころしかないわけですからね、無人島っていうのは。で、木の棒とかね、持ってきたってそれは切れるわけでもないし、何か魚をですね、さばきたいなっていう時にですね、その包丁一本あればですね、うわこんな便利なものをね、人間って作ったんだっていうことの自覚に至れるわけなんですけども、
そういう使い方をしたらですね、その包丁っていうものに光を与えることができる。あ、こういう時にこう料理に使うものなんだなと、切りたいものをこうやって切れるんだという時にですね、この包丁っていうものはその文化をね摂取して、あ、こうやって使えばいいんだっていうことの一つのありがたみとして納得できるんですけども、でもひとたびこれをですね、こうね、そのすれ違った人に対してブスってやったら、これはもう地獄なわけですよ。だからこういう使い方っていうものをですね、あの光のある使い方、その道具がですね、人類の文化として出来上がってきたこの包丁だったら、包丁っていう道具がですね、文明のどこに当たるものなのか、だからこれは料理というものに対して使うものであって、人を指すべきものではありませんと、まあ、ここに一つの定義っていうか法ができるわけですね。まあ、そういうふうにしてですね、物事には適材適所というかですね、時所位というんですけどもね、時とところと位というね、その時その瞬間どこの次元で扱うものなのかっていう、その道具をですね、あの的確な場所に役割としてね、そこに配置させるっていうのが、まあ、日本の役目でもあるわけですね。まあ、そういうふうに考えていくと、ここがですね、陰謀論で片付けるだけではない、陰謀論で片付けるっていうのはですね、要は正と反の立場なんでね、こっちを手伝ってるよということになります。ですが僕らはこの創造の方ですから、やらなければいけない。でもなんでムーンショット計画がじゃあそうやってですね、あの中身が見えにくいものになってるかって言ったら、この身体とか脳とか空間時間を超えていく、その制限のないあの世界を作るっていうのって、これ概念なんですよね。概念だから分かりにくいんですよ。なのでこれをですね、概念としてるうちは分かんないんです。身体をの制限を超えるってどういうことって、脳の制限を超えるってどういうことっていうことになってくるんですね。だけどこれもですね、要するにこれ概念なんですから、解釈の仕方っていうのはですね、すごい分かりやすい解釈というものが絶対的にあるはずなんです、言葉としてね。じゃあ何かっていうと、この身体をですね、制限を超えるって言ったら、皆さんこう自分がロボット人間みたいになってですね、あの活動してるっていうふうに思うじゃないですか。ロボット人間みたいになって操作されて、こうガチャガチャね、殺したくもないのにその人を殺しに行くみたいなね、でそういうふうに操られてる、コントロールされてるっていうこうイメージでいるんですけども、そうではないんですよ。この身体の制限を超えるっていうのは、僕らは基本的にこのね、五体満足です。五体満足で過ごしてるんで、ほとんどわからないですけども、まあ、世の中にはですね、指がない人とか手足がない人っていうのがいるわけですよ。そういう人たちがですね、今までのですね、要は五体不満足の方にあったわけなんですけども、この人間のですね、性能、もともと持っている、ね、五体というもの、こういったものに対してですね、足りてない人たちがいるわけです。どうしても世の中にはね、その障害者とかいるわけなんですけども、その人たちに対して技術を提供して、その人たちも機械の体によってですね、機械の義手とか義足とかによって、この五体の方に近づけますよと。で今までですね、自分の身体というものに制限があったところね、片腕しかないみたいなね、シャンクスみたいにこう左腕がないみたいなね感じの人がですね、まあ義手をつけることによってこう左手がこうできるわけですよ。それをですね、要するに自分の身体の制限を超えるということで、身体の制限を超えた技術ということになります。なので皆さんが想像しているような、自分が体がですね全部機械になってね、脳みそだけそこに自分の脳みそがあって、あとは全部機械でこうやって動いてるみたいなね、こういう想像になっちゃうんですけども、それは全部概念、幻想の方なんですね。そういうことではないですよと。じゃあ今度脳の制限ってなんだよと。脳の制限こそね、こうなんか電極でいじられんだろうと。でもちろんこれはですね、概念としてはそういうふうに捉えられても仕方がないです。なぜなら電極っていうものは刺すからなんですね。ところがこの脳の、あの制限を超えるっていうその電極もですね、あの電気信号とかをですね送ることによって、例えばその脳にね、この辺にあのピップエレキ板みたいなやつをね、こうパッと貼って、そこに電気信号を送ると、腕がですねこう下がっていたものがですね、こうやって上がるようになったりとかするわけですよ、こうやって。でこの辺にその電気を入れると、手がこう握れなかった手がですね、こうやってガッてこう握れるようになるわけですね。
こういう筋肉運動みたいなね、これは電気とかを送ってですね、その信号を送って操作するわけなんですけども、科学技術がですね今進んでるわけなんで、人工知能とかですね、そういったものとかね、あとはその神経細胞とかですね、全部研究してですね、このようなことができるよっていうようなことになってくると、要はこの脳の障害を持ってる人が実はですね、その制限を超えることができるということになります。この脳の障害によって喋れない人とかもいるわけなんですけども、まあ、そういう人たちのですね、手助けとなる、その制限を超えていくよと、電気信号を送ることによってそれがですね、口がよくこう動くようになるとかですね、その筋肉運動ができるようになる。脳の障害を持っていたり、体身体の障害を持っていたりしてもですね、それはその制限を超えて人間がですね、その五体満足として人それぞれね、望めば、それ以上のね、効能を持ってですね、解放されていくっていう技術が整うよということに過ぎないわけです。で、空間を超えるってどういうことって、まあこれはもう簡単ですよ。デジタルの世界です。デジタルというのはですね、空間を超えていきます。まあ俗に言われるですね、 VR とかですね、 AR とかっていうね、まあ、こういう技術があります。まあ、そういう風になってくるとですね、空間にですね、デジタルの技術を持って新たにですね、その空間をですね、変えることができるっていう技術なんですね。だからこういうのをですね、扱うようになって、例えば VR とかだったらですね、まあ、日本からですね、例えばアフリカ、はい、でここの艦がですね、本当だったら自分の身をもってですね、アフリカに行かなきゃいけないというようなことがですね、この VR 上でアフリカの方に行って、でアフリカの人も VR 上で日本のところにアクセスして、共にですね、同じ空間で何かをやることができる。だからこれもすごくいい技術なんですよ。例えば日本の水をですね、きれいにする技術とかですね、アフリカってまあ水が汚いとかね言われてますし、あとはそのね、畑とかもですね、日本の技術が欲しいって思ってるような人たちっているわけですよ。でそういう時にこの空間技術使って、日本からアフリカに対してね、そこにはまた言語を超えてですね、翻訳機能とかもですね、その2050年には必ず優れてるわけですから、自分が喋ったものがそのままアフリカ語になってですね、向こうが喋った言葉がそのまま日本語になってっていうね、こういうやり取りができるんで、そういうね、日本とアフリカに対してですね、あ、こういうふうにやったら、日本はこういうふうにやって水をきれいにしてるよっていうような技術とかをですね、この空間上で行えるようになる。これ素晴らしいと。この使い方素晴らしいわけです。で時間っていうのもそうですね、このデジタル空間っていうところはですね、時間の制限ありませんから、要するに昼とか夜とかっていうのはないわけですから、こういう僕らの現実の世界では昼と夜っていうものがですね、交互に来ますけれども、まあこの世界では空間の、ね、デジタル空間ではですね、その時間の制限っていうものをですね、超えていくっていうことがね、できますんで、そういったものの技術をしてですね、2050年までに、拡張、能力を拡張させるというようなことで、行われていきます。なのでこのムーンショット目標はですね、もうたびたびもうこっちで管理されて、コントロールされて、動かされて、で戦争に送り出されてみたいなね、それで、死ぬんだけど死ねなくてみたいなね、脳はどこかに置かれて保存されて、体だけロボットが変えられてみたいなね、すごい憶測がこう広がっていくんですけども、そうではない、またそうしてはいけない、もちろんそうやって考えてる人もいるわけですからね、悪いことに使おうって。だそれが前回やった考え方になるんですけれども、人間というのはですね、必ずしもね、こっちの想像、僕らはこうやって光のあるね、使い方をこうするっていうね、方向に行けますけれども、でも世の中はですね、このね、思想に染まりすぎて、例えば実際にね、人口削減しなきゃいけないんだと、自分たちで手出すことできないから、なんかいろんなものね、食品に混ぜたりとかね、まああんまりこういうこと言うとあれなんで、でも実際に考えてる人いるんですよ、本当にね、人類をこう死滅の方向に向かうっていうね、そういうふうに考えてる人たちは本当にいるんです。だから絶対にそういう使い方をしちゃいけませんよと、こういうね、技術が出来上がってきても、この身体を超えて、ね、脳のコントロールを超えて、これをですね、自分が殺戮マシンとなってね、あの他国をね、殲滅しに行くんだみたいな考え方を持って使ったらダメですよと。
だから言霊学というものがあってですね、その時その技術の要するに何ていうんですか、法をですね確立する、どこにどういう場面でどういう時に使ったらこれは便利なものか、だから包丁と一緒ですよ。だから包丁だって料理をする時にあればものすごい便利だなっていうふうに思うわけじゃないですか。これは人間どこでも一緒なんですよ。同じ人間、同じ精神がある以上で。でまたそれを悪く使った時もみんな人間一緒ですから、それを包丁をね誰かグサッとやったらですね、それはもう地獄ですよ。それはどこの世界でも地獄なので、これはダメだねと。だから包丁というのはこういう使い方をする時がいいんだよと、料理の時に使うものがあの包丁という道具だよというところで確定するわけですね。まだねこれらっていうのは出来上がってないということはまだ未整理なんですね。整理されていない事柄、整理されていないからあれこれいろんな人の考え方によってこういうことなんじゃないかと、人類を支配するためなんじゃないかとか、いろんなものが出てくる。ですけれどもそうではない、出来上がったものをですね想像していくんですから、理想の社会として想像していくということは、実際に本当にね五体不満足の人に対して、で足がなくて動けないよっていう人で、動けないのにその人はサッカーするのが夢だったんだっていうような人とかいるわけですよ。でその人に義手をつけて身体の能力を超えて、その人が実際にサッカーができるようになったら、それはもういい想像された社会の方に行くわけで、そのためにこの道具、出来上がってきたこの文化、こういうものを使うといいですよと、光として見出して、この、ね、社会の方に使っていく。でもそれをですねやっぱり間違えて使っていく、自分たちが勝つために、あの会社に勝つために俺はこの技術を使うみたいなねやり方だと、こっちの科学的な思考になっていってですね、こっちはまあ二元性の原理が働いていくんで競争社会に飲み込まれていくと。でもその競争社会に飲み込まれるといってもですね、こっちは AI っていうねものがいますから、この AI と直接対峙することになってくると。なのでこっちの世界はですね、その二元性の原理によってですね、本当にそこにですね、改心できずにいるとですね、まあ、こっち淘汰されていく社会が形成されていくと。ここもですね扱いつつ、もちろんね競争原理の中にあえてこう入っていっていいんですよ。でそれはこの科学っていうもの、素晴らしい文化を生むためにですね、あえてこの二元の中に入っていく。でも使い方を間違えて人と争うために自分の科学思想を用いてもですね、それはただ単に人との争いを生むだけで自分が苦しくなるだけなんで、そういう使い方はしない。あくまで人間のね、ゆくゆくはこっちの想像に摂取されるためにですね、文化を生むという立場からこの科学の方に入っていって、自分が AI を研究するとか、新しい技術を自分が生み出していくとか、こういうことをやっていって出来上がってきたものは実際に日本語のですね、その言霊学によって辞書意を確定して、これはどこどこに使用されるべきものであるという光をですね見出して、その無秩序の文化に対して秩序を持たせるということをやっていくわけです。これがですね真の新世界秩序と。今の社会というのはこの使い方が要するに無秩序のままね、定まってないわけですよ。だから核って、ね、核エネルギーだってそうなんですよ。この核エネルギーだってね、本来はそのエネルギーができたということは、エネルギーって全て活用されるものじゃないですか。だから僕らだってご飯食べてそれがエネルギーになって、それが動くから、エネルギーってありがたいなって。だから核エネルギーっていうものも地球のね文明にとってそのエネルギーとなるように研究がされてるわけなんですけども、でもその使い方を間違えて、その核のエネルギーを使ってあそこの国を滅ぼそうっていう使い方をしてるわけじゃないですか。だからこれはもう完全にこっちの光の想像してないんですね。破壊の想像なんです。だからそういう使い方をしちゃいけませんよと、こういう使い方をするんですよっていう風なやり方を日本が提示する、ひな型を作るということなんですよ。別にこれは前回言ったようにことあげする必要はないんですね。自分たちがこうやって出来上がったものをこうやって使うんだよっていうように自然にこっちに収まっていく。外国っていうのはこういう考え方がなくてほとんどこっちなんで、その使い方が個人バラバラになって、その使い方は
ね、人それぞれなっていってバラバラの社会になっていくんですね。それは言語にそういう役割があるからなんですね。だから日本語っていうのはその全てをですね母音に受け止めて、母音に受け止めるってことは精神に受け止めるわけですから、精神を持ってそれをどこで使うかというようなことのですね道に入ることができるわけです。だから日本が世界の中心になるよっていうのは、行き過ぎたこの科学、これめちゃくちゃ発展してきて、こういうね時間空間身体脳っていうこういう制限を超えていくっていうぐらいにこの科学はもう発達します。これはですね主に西洋のやってきた成果です。ですからこの西洋のやってきた文化考え方によってものすごい優秀なものがですね出来上がってきたら、それをですね利己のために使うんではなくて利他のために使うと、全てこれらの文化を人類がいい暮らしをするための方に道徳として使うとということになっていくと、こっちは日本しかできませんよと。これでですね、日本が中心になるというか、日本が中心にならなきゃいけないということでもあるんですね。それは自分もそうですよ、一個人としてもそうですよ。皆さんは外国の、ね、学問って素晴らしいなっていうふうに思ってても、そっちを優先するんじゃなくて自分の道徳という心の方を優先する、そういうことです。これが日本が中心になるということ。自分の一人の体で言えば自分の道徳を中心とすること、うという考え方ね、今まで習ってきた経験値の方を優先中心に持ってくるんではなくて、道徳の方を中心に持ってくるということでこの関係性になります。ということで、本日はですね以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。